新約聖書、テモテへの手紙2。第1章、1節から2節キリストイエスによって与えられる命の約束を述べ伝えるために、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、愛する子テモテへ。父である神と私たちの主キリストイエスからの恵み、哀れみ、そして平和があるように。 節節から18節私は昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こし先祖に習い清い良心を持って仕えている神に感謝しています私はあなたの涙を忘れることができずぜひあなたに会って喜びで満たされたいと願っていますそしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています その信仰は、まず、あなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで、私が手を置いたことによって、あなたに与えられている神のたまものを再び燃え立たせるように進めます。神は、臆病の霊ではなく、力と愛と資慮分別の霊を、 私たちにくださったのです。だから私たちの主を証しすることも私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて福音のために私と共に苦しみをしのんでください。神が私たちを救い聖なる招きによって呼び出してくださったのは私たちの行いによるのではなく ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられ、今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。この福音のために私は宣教者、 死と教師に任命されました。そのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、私に委ねられているものを、その方がかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。キリストイエスによって与えられる信仰と愛をもって、 私から聞いた健全な言葉を手本としなさい。あなたに委ねられている良いものを私たちの家に住まわれる精霊によって守りなさい。あなたも知っているようにアジア州の人々は皆私から離れ去りました。その中にはフィゲロとヘルモゲネスがいます。どうか主がオネシフォロの家族を憐れんでくださいますように。 彼は私をしばしば励まし、私が囚人の身であることを恥とも思わず、ローマに着くと私を熱心に探し見つけ出してくれたのです。どうか主がかの日に主のもとで彼に憐れみを授けてくださいますように。彼がエフェソでどれほど私に仕えてくれたかあなたが誰よりもよく知っています。 第2章1節から13節そこで私の子よあなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい」そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさい「キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい」 兵役に服しているものは、生計を立てるための仕事に煩ずらわされず、自分を召集したものの気に入ろうとします。また、競技に参加する者は、規則に従って競技をしないならば、栄冠を受けることができません。ロークしている農夫こそ、最初に収穫の分け前に預かるべきです。私の言うことをよく考えてみなさい。主は あなたがすべてのことを理解できるようにしてくださるからです。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。私の述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されたのです。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。だから、 私は選ばれた人々のためにあらゆることを耐え忍んでいます。彼らもキリストイエスによる救いを永遠の栄光と共に得るためです。次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、 キリストも私たちを稲まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を稲むことができないからである。14節から26節これらのことを人々に思い起こさせ、言葉をあげつらわないようにと、神の御前でおごそかに命じなさい。そのようなことは、 何の役にも立たず、聞くものを破滅させるのです。あなたは、適格者と認められて、神の前に立つ者、恥じるところのない働き手、真理の言葉を正しく伝える者となるように努めなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。そのような話をする者は、ますます不信心になっていき、その言葉は悪い腫れ物のように広がります。 その中には、ヒメナイト・フィレトがいます。彼らは真理の道を踏み外し、復活はもう起こったと言って、ある人々の信仰を覆しています。しかし、神が据えられた堅固な基礎は揺るぎません。そこには、主はご自分の者たちを知っておられると、また、主の名を呼ぶ者は皆、義から身を引くべきであると刻まれています。さて、 大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。一方は尊いことに、他方は普通のことに用いられます。だから、今述べた諸悪から自分を清める人は、尊いことに用いられる器になり、聖なるもの、主人に役立つもの、あらゆる良い技のために備えられたものとなるのです。 若い頃の情欲から遠ざかり、清い心で主を呼び求める人々と共に、正義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な議論を避けなさい。あなたも知っている通り、そのような議論は争いのもとになります。主のしもべたる者は争わず、すべての人に入話に接し、教えることができ、よく忍び、 反抗する者を優しく教え導かねばなりません。神は彼らを悔い改めさせ、真理を認識させてくださるかもしれないのです。こうして彼らは悪魔に生け捕りにされてその意のままになっていても、いつか目覚めてその罠から逃れるようになるでしょう。第三章、一節から九節しかし、 終わりの時には困難な時期が来ることを悟りなさい。その時、人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、ほらを吹き、高慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなります。また、情けを知らず、和解せず、抽象し、節度がなく、残忍になり、善を好まず、人を裏切り、 軽率になり、思い上がり、神よりも快楽を愛し、新人を装いながら、その実、新人の力を否定するようになります。こういう人々を避けなさい。彼らの中には他人の家に入り込み、愚かな女どもをたぶらかしている者がいるのです。彼女たちは罪に満ち、様々な情欲に借り立てられており、 いつも学んでいながら、決して真理の認識に達することができません。ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、彼らも真理に逆らっています。彼らは精神の腐った人間で信仰の失格者です。しかし、これ以上はびこらないでしょう。彼らの無知が全ての人々にあらわになるからです。 ヤンネとヤンブレの場合もそうでした。10節から17節しかしあなたは私の教え行動意図信仰寛容愛忍耐にならいアンティオキアイコニオンディストラで私に降りかかったような迫害と苦難をもいといませんでした。そのような迫害に私は耐えました。そして、 主がそのすべてから私を救い出してくださったのです。キリストイエスに結ばれて、信心深く生きようとする人は皆、迫害を受けます。悪人や詐欺師は、惑わしい惑わされながら、ますます悪くなっていきます。だがあなたは、自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたは、それを誰から学んだかを知っており、また、 自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして、 神に仕える人は、どのような良い技をも行うことができるように、十分に整えられるのです。第四章、一節から八節。神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、厳かに命じます。 見言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時、人々は自分に都合の良いことを聞こうと、好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、 作り話の方に逸れていくようになります。しかしあなたは、どんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。私自身は、すでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は、戦いを立派に戦い抜き、 決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や、義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、彼の日にそれを私に授けてくださるのです。しかし、私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。九節から十八節。 ぜひ、急いで私のところへ来てください。デマスはこの世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまい、クレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマティアに行っているからです。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。私はティキコを エフェソに使わしました。あなたが来る時には、私がトロアスのカルポのところに置いてきた街灯を持ってきてください。また、書物、特に用皮紙のものを持ってきてください。同在く人アレクサンドロが私をひどく苦しめました。主はその仕業に応じて彼にお報いになります。あなたも彼には用心しなさい。 彼は私たちの語ることに激しく反対したからです。私の最初の弁明の時には誰も助けてくれず皆私を見捨てました。彼らにその責めが負わされませんように。しかし私を通して福音があまねく述べ伝えられすべての民族がそれを聞くようになるために主は私のそばにいて力づけてくださいました。 そして、私は、獅子の口から救われました。主は、私をすべての悪い技から助け出し、天にあるご自分の国へ救い入れてくださいます。主に栄光がよよ限りなくありますように、アーメン。19節から22節。プリスカとアキラに、そして、 おねし頃の家の人々によろしく伝えてください。エラストはコリントにとどまりました。トロフィモは病気なのでミレトスに残してきました。冬になる前にぜひ来てください。エウブロ、プデンス、リノス、クラウディア、およびすべての兄弟があなたによろしくと言っています。主があなたの霊と共にいてくださるように。 恵みがあなた方と共にあるように。